だらくだらくだ。エジプト着きました。カイロ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 。朝からいろいろ絡まれてます。今朝4時でこの格好だとちょっと寒いぐらいですね。これからピラミッドに行きたいと思います。ムービームービー着きました。これがエジプトのピラミッドです。なあなあなあ、ビジティッド。後ろスフィンクス見えるよね。でそしてその後ろに見えるのがクフ王のピラミッド でその隣こっちがカフラ王かな。でさらにこっちに行ってメンカウラーっていう感じでね、このピラミッドは、まあ、古代エジプトの時に大王朝だな、いわゆる古王国の時にね、作られたもので、まあ、一応一説にはお墓、王様のお墓として作られたものだと言われています。まあここはエジプトはアラブの世界ですからね、まあ、すごいですよ。こう客引きが ものすごいね、こう人がいっぱいいて、でぼったくろうとする人たちがいっぱいいるということでね、なかなか大変ですよ、うん、ちょっともうちょっと上の方に行ってみましょうか。やっぱ言われますね、中国かと。中国だと答えるとシックじゃないかと言われるわけです。お掃除の方です。ハロー。ハローだんだん近づいてきました。これがカフラ王のピラミッドです。なんかクフの方が有名だけどカフラの方が綺麗って言われてるんだよね。ほら、あの頂上の方が結構そのまんまに残ってるよね。まあ、一つ近づいてみるとこれ石ってすごい大きいんだよね。でこの大きな石がブワーッと積み重なって上まで行って、ほらピラミッド、クフ王のピラミッドです。まあ道路とかもねこんな感じで整備されてるのですごいこう綺麗な感じになってるよね。ということでこんな感じでピラミッドでした。いやすごくないですか。だってこれだよ、この感じだよ。この感じのものを、古代の時代に、古代エジプトの時代だから紀元前3000年とかさ、その頃5000年とか3000年とかでしょ、その頃の時代に、作り上げた。でしかもさ、これギザっていうのは3大ピラミッドが有名で、クフ、カフラ、メンカウラの3大ピラミッドが有名なんだけど、でも全部で9個くらいあるらしいんだよね、でそれをさ、ね、わこの人の手でさこれだけの石を運ん でそして積み上げていく、それを9個もあって、しかもほらスフィンクスとかもあるわけでしょ。ものすごい動力ですよ、この砂漠の地にこれだけのものを運んで組み立てるっていう。いやーやっぱすごいですね。いつ見てもエジプトのピラミッドは感動しますよね、感服しますよね。ということで、とりあえずね、これでピラミッドはおしまいにしましょう。次は町に市内へ行ってみたいと思います。ということで終わり、バイバイ。チャンネル登録お願いします。